こ、横なんですか。横はこんな感じで縦に。で、ね、薄毛は特に激しくないですけど。ここにこう止めちゃうとボコッと跡がつくので、この内側に入れて跡がつかないように。子供さん厚があるんで、お耳注意してあげてください。面が出るところは内側にピンを出て、ここ出ないように。裏もこういう、これいいですね。まず巻いたらワックスを軽くつけていくんですけど、この横サイドの部分は髪が子供をサイドの部分は髪が薄いので、ここはあんまりワックスをつけちゃうと後で作った時割れるです、面が割れるので、サイドはあんまりワックスつけないように残しておきます。で、まずは後ろですね。後ろなんですけど、髪がベタベタしてるこの場合はだいたい1対1ぐらいなんですけど、ファイバーとグロスですね。なんですけど、髪がベタベタしてる子の場合はグロスはあんまりつけない。で、髪がパサパサしてる子の場合はグロス1対1ぐらいでつけていってあげると。グロスとワックス1対1よく混ぜて、つけていきます。で、中の方にしっかりつけていく。こうすることで後で面が作りやすくなりますんで、毛先の方はもうだいたい中にしまっちゃうので、根元でもサイドだけはちょっと、ここだけはワックスつけないで残しておいてください。前もしっかりつけてあげて、遅れ毛のところもですね。
くらいにつけます。髪を割って根元の方にしっかりつけていって、髪が束にまとまるようにつけていったりします。で、同様にこっちも耳のイヤーツーイヤーから前ぐらいのこのサイドの部分ですねはワックスはつけないで残しておきます。一気に髪がまとまるようになります。子供の髪の毛は非常にサラサラなので束にしないとかなりもう扱うの大変ですので、これはしっかりしてあげた方がいいです。ただ髪が薄い子の場合はワックスも少なめでこっちのファイバーの方をつけてあげた方がいいです。そしたら一回軽くなじませるのは溶かして、溶かしておいた方が後で髪が扱いやすいので、ワックスを